キークックは、イラクのクルディスタン地域にある係争中の都市です。この都市の大部分はクルドで構成されていますが、アラブ人も彼らの権利を主張しています。キルクークは、キルクーク県に属するイラクの都市。バグダードの北方2 3 6キロメートルで、モーソルの南東1 4 9キロメートルにある。イラク北部の石油工業の中心である。 2009年の人口は85万787人。1940年代のキルクーク・キルクーク油田は、1927年にキルクーク近郊のババグルグルで発見され、1934年にイラク石油会社によって生産開始された。キルクークは、主にクルド人とトルクメン人が暮らす多民族都市として知られていたが、1980年代に、 サッターム・フセインのアラブ化政策に伴い、クルド人やトルクメン人は、郊外の村々に強制的に移住させられ、都市の住民の大部分はスンナハアラブ人の労働者となった。1991年の湾岸戦争以降、国際連合による石油と食料の交換プログラムによって、輸出原油の少なくとも50%をトルコを通して輸出するよう義務付けられていた。 イラクの原油輸出ルートの主要な2つのうちの1つで、あるキルクーク J 半石油パイプラインは、キルクークから出て、トルコの地中。2003年のイラク戦争で、アメリカ軍に支援された、クルド人民兵、ペシメルガによって、キルクークは解放された。サターム政権崩壊後は、クルド人主体の治安部隊、アサイ氏による、組織的なアラブ人の追放、殺害、拷問。 不当逮捕といったアラブ人に対する報復が起き、国際機関等が民族浄化に当たると非難した。クルド人側は、キルクークはクルギスタン南部に含まれると主張し、キルクークをクルギスタン地域に組み込むためキルクークの住民、投票実施を主張している。このため、キルクークに戻ってくるクルド人も多い。クルドの民族主義者は、新しい独立クルド国家の首都にするべきだと、 主張している。しかし、住民投票はアラブ人の反発で実施に至らず、石油利権も絡み、イラクの深刻な宗派、民族対立問題の一つとなっている。1998年の推定では、100億バレルを超える量が地下に残されている。イラク政府は、旧政権下で、同国中、南部からキルクークに移住したアラブ人に限り、 元に住んでいた場所に帰還するよう促している。帰還に応じた者には政府から保証金が支払われることになり、現在多くのアラブ人がこれに応じている。キルクークには他にアルメニア人、トルクメン人なども居住し、クルド人の人口は以前の15万人から35万人以上に増加し、キルクークは繁栄している。2014年6月、 過激派組織アイスセルの猛スル制圧の隙をついて、クルドのクルディスタン地域は、キルクークを制圧した。しかし、アイスセルも、石油利権を狙って、キルクークを狙っており、2015年1月にも、キルクークで、両軍兵士約60人が死亡する戦闘があった、ところである。2019年12月27日、 キルクウク近郊のイラク軍基地を武装勢力がロケット弾による攻撃を実施。アメリカの民間人一人が死亡。アメリカ兵衛4人とイラク治安部隊2人が負傷した。アメリカはこの攻撃をヒズボラによるものとして非難。同月中にヒズボラの拠点5箇所について海マイナス15で報復爆撃を行っている。この攻撃の応酬が バグダード国際空港攻撃事件が発生した要因の一つとなったザグロス山脈の麓に位置する市内を笠川が流れている半乾燥気候である最高気温は6から9月が38度 C 以上12から5月が20度 C 以下降水量は6から9月がほぼゼロに近く降水の大半は10から5月にある欠片の気候区分では ステップ機構に属する。キルクーク油田など、周辺の油田から採掘される原油が主要な産業である。以下のパイプラインにより輸出されている。農業や牧畜も盛んで、羊毛の集産地である。首都バグダードと鉄道で結ばれている。BBC ニュース、イラキーカーズ、フリーコントロールキークック、アズアーミーフリーズハット、米、イラグ後ろ盾のシーアハブ総組織を空爆。 ロイター。2019年12月29日閲覧。空爆で死亡のイラン司令官、米国民への攻撃を、格索イコール米国防総省。ロイター。2020年1月3日閲覧。ワールドウェザーインフォメーションサービスキークック。ユナイテッドネーションズ2011年1月1日、閲覧。ありがとうございます。